放っておいていいのかな。どういう意味ですか。あいつそのままにしておいたら冥界に落ちちまうぜ。大輔の毒が回ってるはずだ。なんだって。ミノエマを助ける方法を教えてやろう。このアサギの血をミノエマに与えればその毒は消える。まあワッチを倒せばってことだろうな。よし、じゃあオイラが相手してやる。はっ。悪いな、こっちは吉秀はいねえわ、アーレスはいねえわ、大輔は使い物になりやがる気が立ってんだ。あんまりイライラさせんじゃねえぜ。どうしましょうか。お前ら争いでここ魔界の秩序はむちゃくちゃじゃ。ここは我らに従ってもらうぞ。お手にしろ。バード、女が奈落に落ちてもいいのか。We'll be right back.
こまでだ、鶴姫。卑怯だな！うわぁ！勝つぜ、ガンズラ！おい！待て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 。鶴姫様の登場った、こちらの呼びの天だったぜ。取引をしよう。取引？バトンの引き換えだ。俺たちはここで引く。見逃せばバトンは返してくそ。一思いにやっちまうぞ。わかりました。ここは引きましょう。鶴姫、仲間の魂を救いましょう。それが最優先です。仲間、引き分けがいいじゃねえか。まあこちらの計算だよ。義秀も大輔もハーレスもいねえっつうのによ。参ったぞ。心ゆくまで味わわせてもらうさ。この名古屋三三郎がね、覚えておけ。